最高裁裁判官の国民審査の期日前投票で視覚障害のある男性が自分の意思が反映されずに投票をされたとして静岡市に100万円余りの損害賠償を求める訴えを起こしました訴えを起こしたのは視覚障害がある宇佐美達也弁護士です 訴状などによりますと宇佐美弁護士は25日午後4時過ぎ期日前投票をするため静岡市役所を訪れました最高裁裁判官の国民審査投票について通常であれば裁判官一人一人の名前を読み上げてもらうにもかかわらず意向を確認されることなく補助職員に投票されてしまったということです 慰謝料請求という形は取ってますけども金銭が欲しいわけでもありませんし謝罪をしてもらいたいわけでもないですあのなぜこういうことが起こったのかで今後こういうことが起こらないように、えー、どうしていくおつもりなのか。